カウンセリング動画をいろいろ昨日から撮ってます。昨日はね、八重歯の、動画1でカウンセリング動画の、まあ、八重歯のデモンストレーションというか、こうやってカウンセリングこんな感じでやってますよっていうのを一番長く早口で喋って、38分ぐらいかなんか喋ってましたね。普通のカウンセリングではよく30分枠で説明して、終わったり、なかなかちょっとこう説明が必要だと45分になっちゃったりしたり、次の患者さんがキャンセルになって時間余ってるとついゆっくりとかいろいろ喋って説明が多くなって1時間になっちゃう時もありますが、まあやっぱり患者さんも混んでしまうから、まあ普通に30分枠で予約取ってくださいとかいう話で、一生懸命話して、まあとにかくよく説明する、カウンセリングをする先生ですね。自分で言うのも何なんですか。であとはですね、こうやっていろいろ動画を発信してます。過去のも整理しました。再生リストを作ってみました。矯正カウンセリングというか矯正のリスト、審美歯科のリスト、そのうちいろいろ他のもまた発信して、全部あとは歯磨き粉とか歯周病とか虫歯とかいろんなリストを作りました。鈴木慎二郎メインチャンネルとか、鈴木歯科医院のサブチャンネルとかでいろいろリストがあります。全部他の同じ動画ありませんので、まあ、それもちょっと見てみてください。で話戻りまして、今日は前歯のちょっとしたねじれがある、歯の字 V の字ってやつですね。前歯がよくねじれてる子たちいます。これで男の子も女の子もなるべくだったら抜歯したくないなっていう子がやっぱり世の中たくさん世界中いるんですよ。で確かにそういうケースでも抜歯4本抜くよって言ってどこかの院で抜歯したりして4本抜歯して矯正して2年3年かかって100万払ってる方々もたくさん世の中いると思います。でもここ数年やっぱり抜歯しないでも矯正できるよっていうのがとても流行ってきてます。あとはそれで白いワイヤーでちょっとだけ隙間作って、もうそれ以外は隙間作らないでワイヤーでもインビザラインでもマウスピースでも全く隙間を作んない、抜歯もしないでねじれた前歯、八重歯を並べたらどうなると思いますか。想像してみてください。ねじれた前歯、八重歯が何にもしないでぐーって綺麗にしました。出っ歯になるんです。それじゃ意味がないですよね。特に女の子たちはこれは違う、これじゃあ私は100万は払いたくない、納得いかない、これはこんなになるとは思わなかった、これ本当に気をつけてください。そこら辺をちゃんと理解して、であとはですね、じゃあ隙間を作らない方法って言えば単純に抜けばいいだけじゃないですかって矯正の先生、他の先生でも僕も思います。本当に刃激しいね、すごい出っ歯だね、めちゃくちゃ歯がこうねじれながら前に出ちゃってるねって言ったらもう抜歯した方がいいです。特にそれで女性、高校生以上の女の子たちもう抜歯は厭わない、怖くない、抜歯して前歯引っ込めたいの、抜歯して刃きれいにしたいの、出っ歯にはとにかくしないで絶対って言ったら抜歯矯正です。そこまでじゃなくても、あとは高校生の親御さんとか20代の女の子でも、他で抜歯って言われたけど、あとは100万って言われたけど、そんなに私の歯そんなガタガタじゃないし、ちょっと綺麗になればいいだけなのに、あとはセラミックで歯ガーって削って前歯6本で60万円ですっていうのも、それ歯削ってセラミックはいいかもしれないけど、それ自分の歯削るのも嫌だし神経取るのも嫌だし、それは嫌だって言ったら、やっぱり矯正にね、自分の歯をちゃんと綺麗にした方が、使った方がいいんですよ。セラミックでその後ね、虫歯になってきて歯浮き下がって、結局30歳、40歳、50歳になった時にやり直しでまた60万円です。また何十万円です。それから抜けちゃってもう今度ブリッジです。それでまたいくらです。インプラントで1本40万、50万です。2本でいくらです。それは嫌じゃないですか。そういう、点では矯正はやっぱりおすすめなんですよ。矯正をやってる人間からすると、矯正やってない経験してない先生だとどうしてもそうやってちょっとねじれてるのはちょっと削って
セラミックでやりましょう、1本10万ですよ、2本3本あるからこれ30万ですね、40万ですね、50万ですねっていう委員があるんです。全然あると思います。ただ矯正の方がやっぱりいいと思いますよ。自分の歯が大事です。それはおすすめしておきます。もちろんセラミックで簡単にできる、それも僕もやってます。シンビシカのセラミックの症例集見てみてください。それに適合した人もいます。やるなとは言わないけども、もうすでに前歯1本がねじれてたのを保険の前歯でやったら色が黄色くてここだけがなんか変な感じで出っ張ってるって言ったら、それシンビセラミックの方のリストでちょっと見てみてください。それもそのうちね、カウンセリング動画撮ってみようと思います。あくまでも今日はちょっとねじれてたやつの、矯正の話で、白いワイヤーでピッてもう、半年で揃っちゃう子は半年で揃っちゃう、 8ヶ月で揃う子もいる、10ヶ月で揃う子もいる、大概一応1年って言っとくだけ、6ヶ月でできますよとか8ヶ月でできますよって言って、それが10ヶ月になっちゃったら、いや話違うじゃないかってなるから、一応1年って言ってんのと、1年ぐらいやった方が骨も歯も安定するから、あとはどの道ですよ。6ヶ月、8ヶ月、10ヶ月で終わったとして、例えばそれが50万円でした。消費税入れたら55万でした。それから40万でした。消費税入れたら44万でしたとか、45万円でした。消費税入れたら50万でした。とにかくちょっと難易度によって、多少は値段が違う。めちゃくちゃ簡単だねって言ったら、本当に小児矯正の40万みたいな安い値段がつくかもしれない。それはちょっと、見て、見ないとわからないで、それは見てみないと本当わかんないです。で、支払いが終わってない。支払いが。カルテ見たら、まだ10万円しか入ってないとかなると、いや、まだ30万入ってないなとか、あとまだ40万入ってないな。なので、他の動画でも説明しました。全然お金を、6ヶ月、8ヶ月、10ヶ月で歯並んでんだけど、1万円しか払ってない。っていうのを避けてください。なんていう、こういうケースは、抜歯しない矯正で早く終わるケースは、それ結構気をつけてください。他の矯正科行くと、カウンセリング受けると、イオン銀行とかアプラス銀行とかのデンタルローン入んないって言われるか、それでちゃんと銀行とのもう契約を結ぶか、頭金で30万を今度初回の時に30万払ってくださいとか、40万払ってくださいとか、もうデンタルローンの審査も落ちちゃったって言ったら、じゃあもう全額払ってください、じゃないと、いけませんよって言って、ちゃんとお金払ってねっていう、そういうのは当然なんですよ。そういうところがある。うちは緩いんで、ちょっとそれで厳しくやってないんです。もう10年以上そういうことしてないんですね。それも動画の1とかですごい喋ってますね。だからまあ支払いは最後に一括払いをやめてくださいね。1年後にカルテ見たら0円とか1万円しか入れてないっていうのを気をつけてください。お願いだから分割払いでなるべく払ってって僕を安心させてくださいっていうのがあります。ほんと冗談ではなく、そんな感じで、まあ費用の話でいて、その費用で、白いワイヤー矯正ですよっていうのを言ってます。白いワイヤー矯正、まあこういう感じで白いブラケット装置に白いワイヤーでやっていくよと。あとはね、カレー食べるとかゴムがちょっと黄色くなるとか、さすがに2ヶ月ぐらいしてくるとちょっと剥げてくるんで、新しく交換します。全部ベロベロに上がって銀色に、ずっと銀色のまんまなんてことはないですよ。これはね、YouTube 動画とかで逆に若い女性方が今 YouTube 発信してる女の子たちは結構いますよ。今日前歯のセラミックで60万やってきました、70万かかりましたとか、今日はワイヤーやってきましたって、これ世界中の女の子たちが、英語圏なんて言ったらもう、ブレイスって言うんですよ。矯正はブレイス、ブレイスをつけましたとか、ブレイスを今日はもう矯正装置を取りましたとか、歯抜いてきましたとか、もういろんな動画を世界中、だから日本女性もこれから、今日から矯正スタートですなんて全然やってると思います。僕の矯正患者さんで発信してるかわからないけども、矯正は痛いでかどうか、質問にお答えしますなんてやっててもおかしくない。
インビザラインってどうか、あの利点欠点なんて言ってガンガン発信してて、こんな歯医者さんよりもあの患者さんが発信しているんじゃないかなと思います。まあそれで利点欠点は調べてみるといろいろあると思います。だから僕もそれを見て、ああこういうこと発信してるんだって言って、僕もあじゃあそれに僕が歯医者さんとして矯正として鈴木歯科の意見を述べてみる YouTube を動画を発信してもいいかもしれない。こういうカウンセリングっていうのもカウンセリングで説明してる先生もいるかもしれないし、あまりまだいないかもしれない。バージョンをこうやって八重歯バージョン、中学高校生バージョン、出っ歯バージョン、抜歯しない矯正バージョンとか、まあインビザラインやってればインビザラインバージョン、いろんな質問に答えますみたいな感じでたくさん挙げてるところは全然ありえますね。だから僕もやっていきます。まあそれであとはですね、こうやって値段が、まあ、40万ですよ、マウスピースで矯正終わった後にマウスピースが6万円で、これでもうあとは2年目以降は全部タダで宅急便で送りますよ。普通マウスピースを5000円で3年間毎月毎月毎月とか2ヶ月ごと3年間ぐらい4年間ぐらいやったら、マウスピース代5000円だけで上下でやってたら1万円、これあと3年やってたらもうそれだけで20万、もっといくかもしれない。それが120万円の間に含まれてるところもあるかもしれないし、逆に安いかななんて思ったら、マウスピース代が矯正の後に待っていた、なんだ結局100万かかったみたいなことがあるかもしれない。それでねケチったら後戻っちゃって歯がガタガタ動いて、で矯正科行ったら、いやあなたさマウスピースサボったじゃないですかと、ちゃんと来てマウスピースを買ってかなかったじゃないですかって言ったら患者さんの負けになってしまう。アメリカだったら訴訟ですよね。そこら辺でいろいろこうアメリカとか訴訟社会だから、マウスピース矯正とかでも何でもそういうのでこう訴訟の問題、ワイヤー矯正でももう歯科医院を3件目とかいうのが、やっぱり YouTube 見てると普通に3件目の矯正科行ってたり、マウスピース矯正とかインビザラインで訴えましたみたいな感じの動画があったりとか、もういくらでも探すと英語圏は出てきますね。まあそういうのも出てるんで、まあ注意してください。まあ日本語のやつの動画だとまだ少ないですね。英語ができる人とかはねちょっと調べてみるとそういうのが本当出てきます。そのうちもう勝手に翻訳機で日本語に AI が翻訳してくれる時代がもっと来ますんで、もう調べれば簡単に出てくる時代がもっと来ます。なので気をつけてください。まあそんな話で、あとはですね、矯正の話で、まあ値段の話、あと期間が1年とか、別に支払いが終わってなかったら2年だって別にいいんですよと。で、白いワイヤー矯正で1ヶ月ごとぐらい。あとは、別にね、削って削って削りまくって歯が痛いなんて、それまでのそんなレベルは抜歯した方がいいんで、抜歯矯正します。さすがの僕も抜歯矯正。抜歯して矯正して並べた方がいいよってなりますから、あくまでもちょ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 っと、インビザラインでもね、抜歯してインビザラインで並ぶ先生も全然います。やっぱり抜歯してもインビザラインでやっていくんだなぁなんていうね。ただそれでもワイヤーとインビザラインの差はどうかなっていうので微妙なところです。それはそれでまたいろいろ調べてみてください。カウンセリングも受けてみてと。僕の場合はマウスピース矯正は過去やってたけども、どうしてもやっぱりね、納得いかないのが自分であって、マウスピース矯正はやめました。やっぱりワイヤーの方が全然綺麗に動くなっていうのと、まあ早いなとか、まあいろいろですよ。ちょっと言い過ぎても、いや逆にインビザラインをけなすことになってしまうんで、あまりそれに関してはあまり言い過ぎたくはない。とにかくマウスピース矯正は僕はやめました。インビザラインっていうのはもうあまり手出さないようにして、トラブルは起こしたくない。ワイヤーで綺麗に操作していった方が、もう確実にもう、その方が自信がある。うん、だから、それでやってって、もう、それでいって早く終わっちゃうから。その点で、でいて早く終わったら、安く終わったら、おこれで、お良かったって患者さんが喜んでくれるし、あとはマウスピースしてれば、まずトラブルがない。というのが僕のやり方です。僕のやり方。で、あとはですね、まあ、利点な、マウスピース3年、5年やっててねと。で、宅急便で送るよっていう話はもう過去何度もしてます。分割払いで支払いに関してが、
またこれも動画の1、2で話してます。特に1で、デンタルローンでやってるっていう委員は多いけども、デンタルローンはやってません。でもデンタルローンっていうのは銀行との契約で利子が毎回つくから、100万円のものだったらデンタルローンの利子がつくから、100万も110万の利子がついて結局110万になるかもしれないし、120万になるかもしれないし、この利率がつきますから。ローンというのはそういうもんですね。50万をローンをしたら実質50万じゃなくて60万になるとか、そうやって利子がつきますけど、うちの場合は普通に50万円ですよって言ったら利子つかないから、別に2年かかったって50万を普通に払い終わったらはい終わりっていう感じなんで、そこがローンよりもいいね。でその点にすごく分かってる人は、先生利子つかないんでいいんですかって逆に心配されます。いいんですか、利子本当にないんですか、なんでつけないんですかって言われて、なんでつけないってそんなことあんま考えたことなかったから、そっか利子かって言われたけども、そんなのはとっくに何年も前にやったけど、じゃあ利子つけるぞなんて、なんか計算して利子をつけてるってことはないです、うん、利子はない。で最後に一括払いだけ避けてください。何回払いも決まってません。まあそこの点で、銀行のローンだ、イオン銀行ローン、アプラスのローンとか、あのカードローンとか、そういうのはやってません。支払いに関してはクレジットだけちょっとやってないの。現金で払ってもらうか、銀行振り込みで残り15万円残ってるって言ったら、じゃあ15万残ってるから振り込むから早く外して、マウスピースに早くしたいの。もう夏だから早く先生外したいっていう、春だから外したい、夏だから外したいって女性結構いますよね。まあそういう感じで払い終わってればもう外すよっていう感じ。払い終わってなければ毎月来て安定させてから僕は全然それでいいよって言ってます。あとはですね、成人式があることか、あとはですね、結婚式ね、自分の結婚式か友達の結婚式に出たいから、その時にちょっとついてね、だから一回外して出たい、外して写真撮影を撮って、あとは本当にモデルさんとかね、オーディションがある子とか、そういう方もやっぱりいらっしゃるんですよね。そういう人は仕事の関係上早めにだったらワイヤーを外したいな、なるべくだったら早めに終わったらいいなっていうのはやっぱりありますよね。あとはそれを別に言わない人たちもいますが、もう何かこうそんな関係のお仕事してんだろうなっていう方も結構いますよね。やっぱりそういう人が強制っていうのは確かに多いですよ。で外して写真とか撮ったり、何かオーディションとかやったりで、戻って、でまたワイヤーつけてっていうこともあれば、もうそれで外して終わっちゃうってこともあります。あとはその代わりマウスピースよくしててねってありますから、その点は気をつけてください。かといって半年で終わらせてっていうのはちょっと無理と。もう半年後に成人式、半年後に結婚式がある、半年後に何かこうイベントがあって、半年後にこう、何かお仕事があって、それでもう半年で終わらせてくれっていうのは、さすがにどの強制かもいやーちょっと無理だよっていうことがあるかもしれないんで、そこら辺は余裕を持ってくださいね。これホワイトニングも一緒、来週結婚式だからって言われて真っ白にすぐしてくれって言ったら、ホームホワイトニングで寝てる間のホワイトニングをうちやってますけど、まあホワイトニングまた他の動画でやってますけど、矯正の女の子たちは矯正終わるとホワイトニングもやりたいとか銀歯白くしたいっていうのもありますから、よく話はあるんですけど、1、2ヶ月余裕がないと白くならないから、結婚式があったりしたらとか成人式とかそういうのでやりたいって言ったら、まあちょっと2ヶ月ぐらいの余裕が欲しいですね。で矯正の後のマウスピースでついでにホワイトニングやってもいいですから、でそれで歯がついでに白くなるってことも、まあ、これはついでの話です。ついでの話。さてこれであとはですね、後戻りで、そうさっきのマウスピースサボんないでください。裏固定のワイヤーでね、下の歯って大概ガタガタの人が多いんですよ。下の歯ガタガタで、歯の裏をこうやってワイヤーでカチッて固定してるの。カチッて固定して、これは僕が実体験でいろいろな動画で話してますが、ここが今ずれてます。これ22、3の時の親知らずが出てきたらガタガタガタって動きました。それで22、3の時には高校生まですごい綺麗だったのに、ずれたっ
ていう、気づいたらずれてました。あれ親知らずで、親知らずそれで斜めに出てきて、で抜きました。抜いたけど全然変わらない。上は綺麗なまんま。僕は1本歯が多かったの。だからマクドナルドのストローが入った小学校時代でしたね。それをスキッパをぐーって縮めた。多分あれがやってなかったら今頃スキッパ出っ歯。だからそういうタイプは買って、こういう感じですね。まあ余談になりましたが、まあとにかく後戻りに気をつけてねっていうのが、これも他の矯正科も同じ。うちは後戻りのトラブルがまずない。何かあったとしたら、外国人の人と結婚して、もう名前も外国人の名前になって、フランス行きました、アメリカ行きました、ドイツ行きました、結婚してなくても彼氏ができて、そのまま彼氏がドイツ人だからドイツに行っちゃって、その後ハワイに行ってなんて言って、なかなかもう5年間帰ってきませんでしたって言って、久々に会ったらなんかずれてんで、いやーもう5年間の間に裏コテ取れちゃって、であっち外国だと歯医者高いから行かなかったんです、だからマウスピースもなんかなくなっちゃってって言って、ガタガタガタって動いてる子、そういう子が、そんなの稀ですよね。それか男子高校生中学生が、男子の中高生がサボるとか、それぐらいですよ。女の子は本当によくやってくれます。ついでにうちはマウスピースは宅急便で送ってタダだから、今のところタダにしてます。着払いだけさせてって言って、だから4年目になってもまだやりたいまだやりたいって言って、心配な方ほど出っ歯の人ほどやりますね。あとはねじれ系も気をつけてください。そうだ、ねじれ系の人っていうのは3年4年しても、4年目でまだ1年かけてじわーってねじれが戻ってくる人います。だから前歯がねじれてた人たちっていうのは気をつけてください。もう5年経ったからもう動かないだろうって言って、やっぱりその年齢が若ければ若いほど元の癖が強いほど戻ろうとすることがあるから、やっぱり固定をしたりとか、マウスピースをまだやってる。それでいてマウスピースを矯正科行ったら、いや5000円です1万円ですって言ってお金がかかるんで、それをケチってるとまた動いてっちゃったりっていうので、後々の矯正後のマウスピース代っていうのもネックになる人はネックになることもあるから、そこら辺も計算に入れてやってってください。僕はそれで何か後戻りで、なんだろう、お互い嫌な面をするんだったらもう安くていいよ、タダでいいよ、その代わりやってねっていうから、後戻りで苦労っていうのはあまり知らない。そこら辺は自分の中でも損して得取れってやつで、なんだその言葉でいいのかみたいな感じですが、まあトラブルないんで、そこら辺は気楽ですね。まあそんな感じで、矯正科選び、そこら辺は気をつけてみてください。あとはもう実際カウンセリングの予約を受けてもらって、実際の歯を見て、レントゲン見て、で